おはようございます。ティレット申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。先日ですね、お風呂場じゃないですか、アパート暮らしなんですけど、僕お風呂場の電気がつかなくなりました電球切れなのかなと、多分電球切れか、うんつかなくなりまして、うん、あ、まあ何買いに行かなあかんのかなって思いつつですね、まあ1週間経ったんですけどえ、なん、あのね、なんか脱衣所の電気でちょっとあのそのあたりごまかしてたんですけど、うん、なんかまあ割となんかしっくりくるというか、ナイトプール的なやつでしっくりくるというかね本日こちらの武器を使います。おおと、一体何があったのかと、鉄の爪で参ります。はい、魔王ことなき鉄の爪。お供はこちら、バトルレックスとクックルー隊長。バトルレックスってなんか新鮮だよね。クックルー隊長はまあ久しぶりなんか、うん、鉄の爪。まあこのゲームではですね、一応初めに渡される武闘家武器ではあるんですけども、まあ、なんですかね。鉄の剣と同じレベルで、その、まあ、利用価値が少ない。まあ、能力上昇も少ないですからね。まあ、命中打ち高かったり、風の攻撃が打てるっていう点がね、褒められた点なんですけど、まあ、その後すぐに魔獣の爪とか、悪魔の爪とか、そのあたりにね、乗り換えられちゃうのがね、悲しき差がと言いますか。さすがになぁ。だって鉄の、ぶっちゃけ言うと鉄の剣みたいなもんだから。鉄の剣も進んで使うやつがいるかっていうと、いないからね。おっと、踊り出したさあ、行きましょう。行くぜー、無数の拳を叩き込む、ワンツーレンダー、行くぜー、はいーレベル99のご利用ししてない一気なんかすげー強そうに見えたじゃないですか、今の技。いや、多分レベル99だからだと思う。爆裂剣を使う人ってどうだろう。あのね、僕が見てる実況の中ではね、残念なことに、おっと、あえて、キリつけるー、うわーリーサル行きましょうか、早速。あー、リーサル行けねえじゃん、お前、何してんの。隊長、止まってるんじゃないか。隊長止まってる。隊長踊ってるからできないわ。僕が見てる実況者の中では、鉄の爪つけて、武闘家やろうとした時に鋼の鎧つけちゃうっていうね、ちょっと悲しき差がありますね。あれ意味ないんですよ、武闘家でね。まあ、今回バトルマスターなんで、その心配はないに等しいんですけど、これ決まっちゃうな武闘家でね、鎧をつけると、まあ、力とか素早さ、もう素早さだけじゃなく力も下がってしまうっていうね、デバ、もう見えないデバフが発生しちゃうんですよね。まあ、気づかない人多いけどね、そこは。なんでだろうと思うけど。あー、これ火炎の息やっちゃったね。バトルレックス火炎の息決めてどうする。いやー、でもバトルレックスもね、あの、1の初期はバトルレックスそこそこ強かったんですよ。あの、2の時に一気に株が下がったのね、ドラゴン系としては。悲しいことに。ちょっと、もうこの辺りで。相手も見てくださいよ。拳が揃ってます。行きましょう、せーの、チュッと。相手も拳が揃ってんじゃねえか。あー、ブライいらないね。このゲームブライいらんな。このゲームマジでブライいらんくなったな。爆裂剣、おっとっと、なかなかの火力レベル99のご利用しによる、なかなかの火力。いざね、こう使ってみると変わってくるね。いけ、クックルたちを100円近く爆走。いけ、おーおーおーおお、避けられてます。あれ、泥人形、あ、そうか、もう行動済みか。まさかの全員大混乱するとは。それだったらもう本当にブライいらないじゃんね。あー、火力ね。それやとさすがに、うえすごい受け方したねまたそれはびっくりしないといけないんだけど、僕も。まあまあいいでしょう。ちょっとね、せっかく鉄の爪使っている理由に、まあ理由があるんですよ、鉄の爪。爆破や、わーお、弱ちょっと待って。力が引くぞ。お、まずは向こうの拳技を見ましょうか。
向こうはね3人で拳を使ってあれですよね、ノックアウト剣闘術キックウィノックアウト、上からですねノックアウトと読むかにねパンチが降り注ぎます。見てください、うぐぇパンチなんだよ、拳にもほどっちゅうもんがあんだろ。バトル草だけ鍛えたやつか。オッケー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 、なるほど、向こうもね武闘派ってわけですよ。さあ旋風脚風属性、おいあーんあーん、うん、よし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 、勇気も溜まってないね、これなら大丈夫。火炎の息して、さあ鉄の爪でしか出せない技があるんですよ。この武器じゃないと発動しない唯一無二の必殺技、気づかれずに終わっちゃうんだよな、いつも。いくぜ三味一体、よし遅かったね三味一体いくぞ、爆連撃火炎舞踏技、二人の力合わせて、はい、いくぜ。あれなんか、すげえこのモーション。どこから見たことあるけど、最後は違うぜ、最後は蹴りでフィニッシュだなんであんなにローリング長かったんやろ。ん？すいません。揺れてるとこ申し訳ないんですけど、レオコンさん。ダメですよ、あなた。処刑確定してますよ。これぐらいの岩尾ハッサンを持てる陣地の、なんか、ハッサンさん、そこからここに飛んでくるんだもんな、岩が。もうこれ、異世界から飛んできてんだよな。まあ、異世界から飛んでくるなんて、もう今に限ったことじゃないか。もう、ホイミンだっていっぱい飛んでくるしな。戦火劣化剣も飛んでくるしな。レオコンダメだって出てきたら。お前、悲惨なことになってんだから、いつも。俺の実況では。さすがにあれだと締まりがございませんのでね、大魔王を召喚しました。鉄の爪を持った武闘家が挑む先はこちら、天魔王俺のためだうーいこいつにはねめっちゃ泣かされてきたなあ。白目でも実質耐久値がさ、HP7000 のゾーマを上回ってるようなもんですからね。身も凍るおたけびとかのせいで思い、なぎ払うと。痛めは、必ず、何？あ、あれだ、状態異常。必ず状態異常、不要攻撃があるんですよね。あ、なんだって言っちゃったじゃん。おら、なんだ？行くぜ！クックル隊長！やるねさあ、実績もある。クックル隊長ね。実績もありますからね。さあ、ワンツーレンダー爆裂決定、イエーイすごいな。さあ、お前ももしかして、飛びかかって切りつける、十分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 、オッケーオッケー、大丈夫だ。てか、全員会心出したな、この数分で。さあ、来た身も凍る叫びだよ。まあ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 、止まってないね。あー、よりにもよって、主人公につばぜり行ってほしかったんですよ、ここ。ここつばで行ってほしかったターンです。止まってしまいました。あー、止まっちゃったか。あー、でも自分頑張った頑張った。返しも出したし、頑張った頑張った。あとはつばぜりとかに任せろ。任せなさい。怖いなー。いけ！連続キックから突進！百裂客！爆走！行くぜ！十分十分！よっ！うわ飛んでくんじゃねえかな、みんな。うわーい !336 食らったやつは誰だ全体的に暗黒に弱めなんだよ、みんな。そうだね、全体的にみんな、暗黒に弱いのが災いしてるね。そう、バトルレックスも実はね、ドルマ付けにされちゃうんですよ。だから2の時についていけなかったんですよね。四方八方からね、ドルマが飛び交う通路の時に暗黒弱点ってすっごい息しづらいんですよ。もういっぱいいますからね、そんなやつ。大丈夫か、おい。おい、大丈夫か、これちょっと。うえぇー、やばい。いや、やばくない。大丈夫、やばくない。大丈夫、やばくないよ。大丈夫、大丈夫、大丈夫。これはね、次のターンに、あーらららららら。これ次のターンにね、あえて、いや、大丈夫。ここでね、あえてね、ちょっとここ、風のマントを張りますね。
コールターン特技確定です。つば練りしなくてもいいかも。これは3人でちゃんとボーダー乗せれるようにした方がいい。うん、これはまず防ぐから問題なし。さあリジェネ入るんで、ここでまずはで勇気が溜まってないんですよ。だからこっちが3人でポンポンポン攻撃やったら勝てます。いけるか君たち。君たちかかってますよ。最悪ね、最悪つば練りするけど、ワンツーなんだ、爆裂剣いいよ、十分だ。あと2体てか、あと1体でいい、いけ、飛びかかって切りつける、よし、オッケー、作戦勝ち、十分十分、頑張った頑張った。まさかのつばぜりいらずでいけるとはな。 SP カードって偉大だな。最近 SP もおしゃれ着も装備も何もかもなしでやりすぎたんかな。よー、相棒、力の種があると聞いて飛んできたぜ。どこにあるんだ力の種は。なんだった、不思議な木の実でもいいんだぜ。真空火炎切り。そしてやっぱり向こうから飛んでくる真空火炎切りって。よし、つばぜりなしで突破するとはちょっと自分も予想定外だったけど、わわわわわ、結果おれ結果おれ。まあ、確定特技で防げるターンがあるのはまだ救いだな。それは SP が使えばの話なんだけどな。生半可なパーティーでは勝てないということを教えてやろう。我は新オルゴデミーラ。ああ、来たー。楽しみだ。果たして鉄の爪が通用するのか。ね。果たしてクックルやバトルレックスは許してもらえるのか。そのあたりがね、楽しみでなりませんよ、この勝負。でね、確定で防げるターンはねえんだよな、こいつは、さっきみたいに。さあ、どんぐらい出る？爆裂剣 !318、十分！炎弱点なんで、本当はね、火炎の息とかさせてあげたいんだけど、全員が B 技押せないからな。全員 B 技無理だからな。おー、投げハロー来てくるな。シュン！よし、いいよけ、いいよけ、いいよけ。オッケーオッケーオッケー、いいよ。いけ、バックファイヤー、炎弱点だからいける。行くぜ、バックファイヤー、ウェイツ、つばぜりやします。2ターン目つばぜりです、ここは。そうしないと、ここ叩き伏せるでね、やられる可能性十分あるからね。ここは止めて、止めて勝とう。さあ、黄色サイド取ったよ。オルゴデミーラはですね、他の大魔よりつばぜりが長めです。ちょっと長いんだ。頑張れ、鉄の爪だから勝てる、鉄の爪、鉄の爪、よし、鉄の爪でいけるかも。さあ、鉄の爪の底力触れろ。お前、今日、悪夢見ろよ。鉄の爪、なんかの、武闘家に、我は負けたのかっていう嫌な悪夢を見せてやるぜ。バックファイヤー。さあ、OK! いいよ、十分だ。いいよ、頑張ってる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 。十分頑張ってる。いいよ。いい感じ、いい感じ。ワンチャンある、ワンチャンある。普通にワンチャンある。今回も歴史作るか！想定の空、クックル隊長！いいぞ！いいぞ、いいぞ、いいぞ、そのままだ！いいぞ、いいぞ、いいぞ、そのままだ！次のターンにもうとどめ乗せてしまいたいね。ギガデイン使って、次のターンにもうとどめ乗せてしまいたいまである。投げ払う。うんうん、まあね。うわー、結構いくな、結構だな。あ、よし、もう乗せよう。これね、5ターン目に高校イテハで負けるとかいう事故を防ぎたいから、もうこのターンにとどめ乗せちゃいましょう。この火力ならいける、火力は十分だ、お前らの。ここでもう切っちゃいたいね。はい、旋風脚、はい、外しは許されない。だから大事。天地じゃほ来たね。まあ、天地じゃほな耐えとったよね、さっき。大丈夫だよね。耐えてる、耐える、耐える、耐える。よし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 。オッケーオッケーオッケー、いいよ。さあ、外しは許されたぜ。みんな頑張れ、クックだよ、よしよしよし、もう信じるぞ、お前らを。ラスト、火炎の息を吐き出せ。
5ターン目はあいつ実は攻撃行動じゃないんですよ。ザラ機械鉄稼働です。いくぞみんな、怒涛の羊開演。さあこのターンの攻撃かわせばある。おお、あるぞ。ラストあれでフィニッシュしよう。ラストはフィニッシュするか。あれでいけるか。いや大丈夫、こっちにはバトマスもいる、クックル隊長もいる。いくぞみんな、三味一体、いけ三味一体だ。ラスト決めちゃー、きた。これ最後かっこいいぞこれ。あまりにもさあ、鉄の爪に破れる悪夢をお前に教えてやる。怪武闘技爆連撃、いけ連打、いけオラ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 、最後は大地を揺るがすブーンサーセセルノン。はい、やったー作戦勝ちにはあるね。よかったよかったよかった。本日のクックル隊長も以上なしであります。